はい、皆さんこっちこっち。さっきこればっかりです。何でしょう。この正体はじゃーん、雪です。まだこんなに雪が残ってます。雪代が入ってもう水がすごく多いですね。何やらもぞもぞしている人がいます。どうやらうちの兄のようですね。何をしてるんでしょう。魚が釣れたようですね。お、ネットから。放流しました。シャッシャッシャッ。釣れた人の釣り人のアクションですね。お、こちらから粘り三人登場です。え、7年ぶり、久しぶりです。出ました。出ました。何時ですか。6時半です、ね、早いっすよ。思うようにいかないね。どうですか、ね、どうですか。5匹しか釣れんとかそういう感じ。針もかからない。かからない。一番下のプールで今大豆を発見しましたです。目の前で釣り上げましたが、おお、リールファイト中です。 FG 選手なんか釣ったようです。あ、どっか行って、あ、どっか行ったようです。ここにいます。あ、いたいたいた。あ、逃げた。遅いがな。以上。どうした。あ、お疲れ様でした。どうした。早上がりしましたけどね。どうぞ。いや、ちょっと先に笑ってしまいました。あ、じゃあもう一回。テイク2。お疲れ様です。どうも、お疲れ様でした。どうも。どうも。どうも。イワナの骨だけです。そして今日のメニューは定番すき焼きです。緊張と体重のバランスが悪いから。あと50センチ背を伸ばせばバランスが良くなるってことです。なんか10センチ。頭にこう、こんな長いんですけどね。あ、う、あ、ん。頭が、はい、頭が50センチ。あと50センチ。頭が50センチ伸びたらでかいなぁ。人類でダメだよね。いたいた。袋くじ。変なやつ、それ。こんなんなったら。そう。
もう毎日バンバン頭叩いたらな、やりそうな気がするんだけど。釣りはね、20年ぶりぐらい。20年ぶり？フライフィッシング。フライフィッシングは20年ぶり。で、古田兄弟との同窓会は？は3日ぶりぐらい。こういう、こういう釣りの旅出たのは高校生以来だ。どうですか、ときめいたでしょ。いいですね。やっぱり気になるの。今日タマキン使ったんですか。はい、タマキン、タマキン7個買った。おタマキン7個買った。何タマキン使ったんですか。今日はね、2タマキン。最近怪我してないの。そういう貢献してないから。そういう間抜けな怪我とかって言えて、やっぱり谷垣さんからこう爪出したとか。そうそうそう。なんでそこで突っ込むみたいな。なんか明日布団を上げず気をつけてる。耳閉じってたら脳が出ちゃう。でも大変さん、千葉帰る気球屋に寄って帰った方がいいかもね。いや、俺が行くと休みなんだよな。大変さん、全然不思議じゃない。父親の電話番号ちょっと待ってもらって知らない。父親の電話番号聞いてる。いろんな聞き親。聞き親多いよね。うん、あ、前のね。一休さんのあれも聞き親だった。ああ、ね、さすがです。出ましたね、一休さんの。あの、悪徳商人。悪徳商人で、いろいろと一休さんに意地悪な。出た。あれを。出た。毎回毎回。すごいね、一休さん、好きそうな顔だね、この笑顔。そりゃそうでしょ。そうでしょ。新右衛門さんだっけ。新右衛門、新右衛門、新右衛門、梶右衛門じゃないよ。いや、梶右衛門ではない。さよちゃん、さよちゃん。おお、なんでそんな風してんの。さよちゃんのお父さんが父親。GG が一時期テーマソングにしてた。なんだっけ、なんかタコじゃない、タコのタコ、踊る率のよ。釣れないで、タコが出ると縁起悪いって。タコが出るとなんだっけ、あのドムーゴのイカのなんか、イカのガスで死んだ。イカのなんか発酵したガスで、ドムーゴ、ドムーゴ乗組員が死んでそのまま漂着したっていう。俺そのスマッシュ知らないな。知らないドムーゴ。ドムーゴってあるね。ドムーゴ。